せば話せばわかる二階堂です。松尾田道中記にお邪魔させていただいております。今回ですね、何をするかというと、新しいですね、進化アイテムが実装されたということで、その進化アイテムを使って、新しい進化先にポケモンを進化させようというコーナーでございます。調べたら、いろいろとこのキャラがいいよっていうのがあったんですけど、私今持ってる手持ちの中で、個体値の高いものっていうので考えたら、ロゼリアぐらいしかいないんですよ。なので、今回はロゼリアを進化させます。私の持ってるロゼリアがこんな感じなんですけど、今持ってる中で1個 100% がいるんですよね。色違いがねあればね良かったんですけど、色違いがないもんで、この 100% のロゼリアを進化させます。で、この進化する時のねアイテム、これがいるんですよね。フィールドリサーチでそのアイテムを今からゲットします。はい、フィールドリサーチ、ポケモンリサーチ、今こんな感じでございます。今日受け取ればこれでもらえるはずということで、受け取ってみましょう。ポン。さあどうだ。はい、いつものおじさんが来ましたね。はい、開けてみましょう。じゃんけん星の砂2000、2万、新王の石来た。やったー、新王の石これか。よし、なんかゲットチャンスがあるんで、とりあえずゲットチャンスやりましょう。抜け人が出ました。よし、抜け人はねもう普通に取るだけなんで。抜け人だけじゃなくて、なんかいろいろいるんですか今ね。チュー、抜け人なかなか捕まりにくいですね。赤サークルですよね、ハイパー使っても。まあズリ使えばいいんでしょうけどね。フィッシュ、ゲットでございます。ロゼリア 100% 進化させます。はい、使ってみよう。はい、使います。おお、いつものやつ、いつものやつ、ちょっとじれったい、じれったい感じの。じれったい、じれったい。すごい、なんか、ハンドスピナーみたいなの持ってますよ、手に。すごいね。あ、バラが3本になったみたいな感じかな。なんかバラが雑じゃない？プリントみたいなさ。へぇ、こんな感じなんだ。ちょっと名前戻しましょうか。ロズレイドですね。個体値100です。毒好き、マジカル社員、いいのか悪いのか、よくわかんないですけど。鳴き声じゃないものが入ってますね。ピロリンって。面白いね。顔の感じがさ、今まで女性っぽかったのにさ、あんまりその女性っぽい感じじゃなくなりましたよね。不思議な感じですけど、まあ、ということで、はい、ロズレイド、進化でございます。ありがとうございます。松尾道中記。ポケモン GO とですね、任天堂スイッチを連動させまして、不思議な箱をね、もらいました。私の方から、スイッチの方にね、怪力を送ったんですよ。それでね、送ったらこの不思議な箱がもらえると。で、この不思議な箱を使うと、なんと、メルタンが出てくるようになるらしいんですね。やってみましょう。はい、開けます。おー、どんな感じかな？すごい、怖いね。お香みたいな感じで、効果が続くと。周りがね、こう、うね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 、不思議な箱ってわかるようになってますね。問題は、メルタンが果たしてここに、出るのかどうか、そこが問題ですよね。お、足元に湧きましたね。タップしましょう。ピャイ、来ました、メルタン。さあ捕まえましょう。絶対捕まえたいね。これは金釣りで行こうか。金釣りでピョンと。よし、本物のメルタンですね。ちょっと確実に行きましょうかね。あ、そうだった、近いね結構ね。さあどうだ、捕まるか、メルタン。来た、フィッシュ、よっしゃ、来たー。はい、じゃあ本物のメルタゲットです。すごいね、ちっちゃいなー。また400個進化かー。なんか尻尾みたいなのがあるんだね。尻尾みたいなふにゃふにゃっと。はい、ということでメルタンゲットしました。ちなみにこのポケモン GO からスイッチの方にモンスターを送れるんですけど、スイッチの方からポケモン GO には送れません。しかもこの中でも関東地方と、あとアローラの姿は送れるらしいんですけど、それ以外、要は第2世代以降のポケモンとかっていうのは送ることができないと、そういう風になっております。今回はメルタンのご報告でした。ではさよなら。チャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットでもタップできるよ。前回の動画、おすすめ動画もチェックしてね。